ダークネスゲーム、シュラです。今回なんですけど、初心者やね、無課金の人でもカードレベルを上げやすくて、なおかつめちゃくちゃ強い 3.0 クロスを使っていこうと思います。完璧とは言い難いですが、それでもね、この解説に付き合ってくれるっていう人は、ぜひ、最後までご視聴よろしくお願いします。面白かったり、参考になったりしたって場合は、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ではまず相手が、ダクプリとメガゴを出しているので、ここら辺でね、スパーキーら辺かなーっていうのは感づいてたんですけど、アーチャーとかをセパレートしておけば、こうやってメガゴとかもノーダメージで抑えれるので OK です。そして防衛クロスっていうのは絶対に立てた方がいいので、相手に重量級とかいるときはね、もうとりあえず立てときましょう。で、ちょっと遠目にね、テスラ置いてあげても反応するんで、全然 OK です。で、クロスとね、タワーの挟み撃ちが結構強いんで、槍ゴブとかまで倒してくれますね。クロスは片方でもね、タワーを折られると、もう逆転が結構難しくなってくるので、堅実な防衛と堅実な攻めが必要になってきます。あとはエリクサーとかもね、比較的、やっぱり軽いコストの奴らで集まってるので、こうやってウッドとかファイボとかね、こまめに回してあげて、ちまちまタワーを削るっていうのも大事です。ここら辺にクロスボウを出してあげれば、相手のダクプリとかもね、こうやってスケルトンを横から出すことによって、2発受けできるんですよね。で、アイスピで止めて、ローリングウッドも投げてあげれば、スパーキーごと倒してくれますね。で、防衛クロスは残ってるので、攻めの起点ともなります。とにかく高回転なデッキなので、一つ一つのカードに、責任感を持って置いてあげるっていうのが大事ですね。こうやってゴブリンジャイアントとか来た時は、遠目にテスラーとか置いてあげてもいいんですけど、とりあえずナイトとか出しておけば、若干の防衛はできるかなって感じです。で、ハンターとかもね、めんどくさいんですけど、めんどくさいっつったって無視で全然倒せるので、無視してエリクサーアドバンテージを取ったら巨大クロスボウを展開していきます。スパーキーとかはね、もう正直言って倒せないんで、ファイアボールとか、その他もろもろのアイスピーダとかで時間を稼いで倒して、あと、ダクプリとかにはナイトを置いてあげましょう。で、ゴブリンジャイアントはもうこれ、ここまで来られたらクロス守れないんですけど、守れるか守れてないですね。守れてないですけど、相手これで結構エリクサー使ったので、さらにクロスボウを立てて、クロスボウを攻めに使うときは、すぐ近くにテスラとか置いてあげると、いい感じに刺さります。LSP とかもね、全然倒してくれるんで。そしたら、相手ウッドまで使って、で、ハンターもテスラに処理されて、っていう時はエリクサー余らせないためにアイスピーを単独で突っ張らせたりすれば、こういう感じでね、タワー結構削れるんですよ。アイスピーとで、666、悪魔のやばい数字ですね。で、なんでかゴブリンジャイアントがこっちに反応したんですけど、スパーキーの方はナイトかスケルトンで守ってあげればいいかな。はい、そうですね。で、あのスパーキーはアイスピーで守れないですけど、多分放置でもね、タワーには入らないでしょう。そしたらまた今度攻めクロスを置いて、そしたらアーチャーとかがね、倒してくれるかな。テスラとりあえず置いてから、でもここまで来たら呪文で削ってもいいんですよね。666ぐらいだったらもうファイボとかウッドとかマップだけで全然倒せるので、そしたらあのスパーキーとかゴブリンジャイアントにさえ気をつけてればもう全然 OK で、スパーキーが打った後で LSP とか来るもアイスピー打って、でテスラやって、でナイトも置いてあげて、右はそうですね、アーチャーだけで守ってあげれば言うてダメージは食らわないかな。そしたらまたファイアボール投げて、ウッド転がしてってするだけで、アイスピーとかね、アイスピーアーチャーの前に置いてあげると強いですよ。はい。こんな感じで、とりあえずダクプリもナイトだけで守って、めんどくさいスパーキーもウッドで処理できないですよね。処理できないんですけど、ここまでファイアボール打ったら、あとはウッドファイボで倒せるかな。はい。こうやってね、アーチャーとかスケルトンとかね、離しておけば、相手、呪文打ちづらいので。はい、で、ファイボを打って、グッドゲー。おっと、グッドゲームなってないですね。なってないんですけど、こういう時は、テスラとか、ナイトとかで、とりあえず、なんちゃって防衛しとけば、ローリングと回って、今度こそ、グッドゲームと。では、次の試合です。お相手、天なんとかさんですね。読めないんですけど。こういう、手札の時は、アイススピリット転がしてあげれば、相手のタワーにね、確定ダメージと言っても過言ではないので、で、後ろからアーチャーとかを展開して、ゴーストみたいなやつはナイトとかで守ってあげればいいかなって感じです。マジアチャみたいなね、めんどくさいっていうやつは、さっきアイスピ飛ばした方向じゃなくても、全然呪文とかで倒しちゃって OK です。いればいるだけマジアチャは面倒なのでね。
で、相手多分もうこれペッカ工場で確定だと思うんですけど、そういう時には防衛クロスを置いてあげましょう。防衛クロスを置くと相手ポイズンとかで攻撃しに来るかな。まあやることないんで多分ポイズン打ってくると思うんですけど、打たないと。はい、そしたらさっきも言った通りアイスピをこうやって飛ばしてあげると結構ダメージ入るんですよね。で、この位置のスケルトンで言うのは抑えることができますが、どうだ。はい、抑えることができます。で、工場もわりかし面倒なんですけど、まあテスラを置いてあげれば倒せるんで問題はないかな。あとは単純に防衛クロスが活躍しまくって、まあ倒せると。そしたらアーチャーもこれやられちゃうので被せるようにナイトを置いて、右アイスピとか飛ばしてあげれば今良かったですね。はい。まあこれ遅れてるんですけど、まあ全然 OK で。そしたらあのゴーストはね、テスラじゃ倒せないので、真ん中あたりにスケルトン置きましょう。そしたらゴーストも攻撃してくれるとハイテスラが起動しますと。で、もう今攻めやっていいはずですね。多分攻撃2が守れ、うん、そうですね。ペッカとか来ると思うんですけど、クロスボウはね、基本的にはペッカに超相性がいいので、アーチャーだとかアイスピだとかでうまく遅延しつつ、ウッドも転がしてあげればあの巨体でもねゴローンとしてくれるので、そしたらスケルトンとかで若干守ればクロスボウもちょくちょく入っていくっていう感じで全然いいですね。回転を生かしてとにかくエリクサをうまく使うっていうのが大事。はい、そしたら相手がペッカ出した時点でクロスボウ6コストのペッカ7コストで1コストぐらいアド取ってるんですよね。なのでまあ落ち着いたね攻めができるかなってところで、相手マジアチャを置くタイミング間違っちゃってテスラにぶっ殺されてるんですけど、まあこういう時はファイボでも全然打っちゃっていいかなって感じです。はい、で今回のアイスピはこれ成功ですね。はい、アイスピを先にタゲ取らせることによってアイスピのまあ突進とまあアーチャーが何発か入ると。そしたらさっきも言った通りクロスボウにはね、あのテスラとか一緒に置いてあげましょう。このスケルトンはちょっと早すぎますね。もうちょっと遅れてからの方が良かったと思います。そしたらナイトがいればね、あのゴーストとかも全然倒してくれ、うん、倒してはくれないかってないけど、まあ遅延かけることができるんですよね。そしたらあの工場にもねテスラを置いてあげれば反応するね。そしたらスケルトンで防衛してナイトも置いてあげればいいかな。で、あのマジアチャちょっと面倒なんですけど、うん、あのマジアチャどうすればいいかっていうと、まあ来た瞬間にアッチャーかウッドですね。まあ僕だったらウッド選びます。で、この位置に、うん、まあそんな感じですね。はい、そしたらさっきも言った通り防衛クロスが普通に強いので、こうやって真ん中から防衛クロスを置いてあげれば、まあペッカにタゲ行ってますけど全然 OK です。全然 OK。 はい、そしたらまあこんな感じでアイスピを置いてあげて、はい、エレビゼとかにもウッドをやって遅延して、でスケルトンとか守ってあげれば、はい、こんな感じで防衛クロス突っ立ったままね、攻めとか防衛が可能なんですよね。で、防衛クロスがいると何が起きるかっていうと、攻めクロスもやりやすくなると。で、相手がゴースト、エレビズってこれ構えてるんですけど、まあ問題ないですね。ウッドをあのタワーにも届くように打ってあげて、ナイトで全部防衛します。はい。そしたら、あのマジアチャもめんどくさいので、ファイボで消した。そしたら、今アド取ってるか取ってないかわかんないんですけど、まあアイスピとかね、飛ばしてあげれば、有能、そうですよね。有能とかが来る前にテスラ置いてあげれば、スケルトンナイトで防衛ができますし、ウッドで遅延もできると。で、アイスピで工場止めてあげて、またテスラやって、まあ面倒なマジアチャにはファイボー。まあファイボーですね。うん。マジアチャしか消せなくても、ファイボーは打っちゃっていいと思います。で、こういう真ん中ら辺からナイトやってあげて、有能を倒しつつの、で、アーチャーも残ってるから、こういうなんか相手が焦ってそうな時にクロスを出してあげれば刺さると。はい。そしたらクロスの近くにはね、何回も言った通りテスラとか出してあげましょう。で、スケルトン防衛してナイトも出して、相手のポイズも虚しく間に合わず、今度は2台目のクロスボウを設置すると、もうね、とうとうゴーストとかだけでは止められなくなり、はい。そしたらね、全然タワーとか入ってないけど、まあ、全然こちらの方が有利な状況になってますね。はい。そしたらまた2台目のクロスボウを刺して、で、削り切れるか、3、2、1と、ウッド投げなくても勝利。で、次、はい、ハミャミャミャさん。外国語も読めるようになるとかっこいいとは思うんですけど、英語以外さっぱりですね。はい、そしたら最初はアイスピとかで止めて、テスラでスケバレ防衛してもよかったんですけど、まあ、タワーまで来てウッドでバシュってやってもいいんですけど、枯渇相手にはね、やっぱりゴブリンバレルとかにウッド裂きたいので、スケルトンバレルにはテスラって感じですかね。そしたら、まあ、アーチャーを構えておけば、吹き矢とかにも対処できるよと。
で、相手ガチガチの枯渇なので、まあ、何来るかなっていう感じなんですけど、まあ、ナイトあるんですよね。ナイトがいないタイミングで攻めクロスしてたらよかったかなっていうのはあるんですけど、90% ぐらいの確率でクロスには、インフェルノタワー飛んでくるので、まあ、そこら辺はしょうがないっていうか、もうこれも僕完全にミスってるんですけど、まあ、全然逆転勝ちはできるので、まだお待ちください。で、インフェルノタワー邪魔なんですけど、こういう時何すればいいかっつーと、ウッドとか打っちゃうとダメですね。バレルとかに対処できなくなるので。相手も相手で高得点なので、今度こそね、ちゃんとエリクサー管理とか、あとはカード管理が大切になってきます。スケルトンバレルどうしようもねえなーって時は、アーチャーとかをいただければね、アーチャーの一発でスケルトン倒せますし、全然問題ないはずです。で、そしたらLSPとかも来るんですけど、ローリングウッドやって、まあ、ナイト見えてても、巨大クロスを置いてあげれば、まあいい感じにできるかな。スケルトンとアイスピこの位置に置いてあげれば、まあちょこっとちょこっとは防衛できるかなってとこだったんですけど、よくわかんないですね。で、吹き矢も倒して、はい、タワーに届きます。相手ナイト間に合わなかった感じですね。そしたら少しでもダメージを入れたいので、ナイトを被せて、まあ逆転を狙いましょう。で、まあさすがにウッドまで来たら、クロスボウ壊れちゃうんですけど、まあダメージ的にはね、追いついたって感じですよね。そしたら今度はこっち、ファイボとかウッドとか回しても、まあ逆転できるので、落ち着いて後ろからアーチャーセパしましょう。はい、こういうのめんどくさいんですけど、スケバレはテスラで誘ってローリングウッドでゴブリンバレルを処理っていう感じです。そしたらさっき過ごしたアーチャーが活躍しますし、で、こっちはコストもまだ間に合ってるので、相手がナイトとか来てもね、こっちはナイトで蓋をしろと。はい、そんな感じです。スケバレとか来てもね、全然 OK。なぜかっていうとテスラがいるから。テスラとタワーがあるんでね、何も問題ないんですよ。で、ウッドないけど、ファイブ打っちゃって全然 OK です。はい。はい。で、ウッドを打つと。はい。で、これもテスラで防衛して、と感じですね。スケルトンバレルの爆破ダメージ意外と侮れなくて、毎回100ダメージ食らうってなると、まあ30回投げられたら負けるので、で、アイスピーはこれちょっと良くないんですけど、まあ、捕獲相手には防衛クロスがとっても大事なんですよね。防衛クロスでまずは、こうやってね、アドとか取られてもいいんで、とにかく防衛しつつ、まあ、アーチャーだとかでスケルトンバレルを封鎖し、テスラこの位置に置いて、で、ナイトとかはね、テスラとかでうまく防衛してくれたら、今度こそ攻めクロスが刺さるっていう感じです。はっぺにね、防衛クロス刺してあげれば、このインフェルノタワーうまいですね。こちらの攻め読みなんですけど、まあ、テスラと防衛クロスがすでにある状態では、時すでに押すしと。というわけで、アーチャーとかで防衛して、で、今度はナイトとかも処理してくれたら刺さり。ウッドがないならファイボでもいいんです。それでもね、結局タワーは刺さるんですから。そしたら刺さって、ウッドも投げるが、投げなくても勝利という感じで、グッドゲット。というわけで、いかがだったでしょうか。まあ、クロスはね、防衛とかしながら攻めにもつなげて、まあ、とんでもなく強いデッキで、かつレアリティもそこまで難しくないので、初心者や無課金の人にもおすすめです。ご視聴ありがとうございました。